三木本真介は、石川県金沢市出身の俳優。本名は、鈴木周一。石川県生まれ。出生地については、白衣郡を清水町とするものと、金沢市高岡町とするものがある。数岡詰の長男で、日部藤間流名取の姉がいる。父方の鈴木家は、代々加賀前竹の御典医を務めた家柄で、父の部も医師だったが、太平洋戦争末期には、海軍に徴用されていた日本郵船所有の貨客船箱崎丸に機関士として乗船していた。1945年3月19日、箱崎丸はアメリカ海軍の潜水艦による雷撃を受けて沈没し、父は戦死。長唄の師匠だった母、吉美の桂子寮が残された家族の生活の支えとなるが、1950年には母も病死し、祖母と姉との生活になった。松が、枝国民学校初等科卒業後、旧制金沢第二中学校から学生改革のため、新制石川県立金沢第一高等学校を経て、石川県立金沢二水高等学校を卒業。医学部志望だったが、経済的理由で断念し、1950年に立教大学経済学部に進学。大学に進む頃には、父がいてくれればと何度も思ったが、それと同時に、自分の力で生きていくのだという思いを強くしたという。大学在学中の1953年、かねて知遇を得ていた映画監督、阿部豊の誘いで、阿部が監督を務める戦艦大和に、本名で葉役で出演。複数いるエキストラの青年士官の一人だが、一言だけ、セリフがあり、同じ役柄で同じシーンに出演していた丹波哲郎よりも頻繁に画面に収まっている。この経験をきっかけに演劇に興味を持ち、1954年に文学座附属演劇研究所に入所。鈴木伸也の名前で、阿部豊の監督作、反乱、日本破れず、花真珠、松林宗慶監督、須崎克也脚本の人間魚雷回転に出演した。1955年、大学卒業と同時に文学座研究所を退所し、阿部豊の助言で新東宝と契約。阿部の命名で芸名を三木本真介と改め、松林宗慶初の喜劇作品となる風流交番日記の新人巡査役で本格的にデビュー。現代劇と時代劇の双方に出演し、主に助演者として善人から悪人、狂人まで幅広い役柄を演じた。阿部豊や松林宗慶が新東宝を離れた後は、供給過剰の制作体制の中で作品に恵まれたとは言い難いが、主演男優的ポジションを務めた小林悟監督のオールロケ作品、三人の女強盗では、平凡な日常生活が一気に暗転して追い込まれていく不運なタクシー運転手を演じ、三木本真介の素朴な熱演を注目してやりたいと、深沢哲也から好意的批評を受けた。新東宝以外の映画作品では、1962年公開の大倉映画2本に、葉役で出演している。また、東映の任侠映画にも多く出演しているが、新興ヤクザの横暴に苦しめられる、善良な老舗の若旦那や、袖の下の通用しない、堅物の軍人や役人といった、真面目な役柄がほとんどである。若山富三郎主演の極悪坊主、人斬り数え歌には柔術家の弟子という役柄で出演している。人間魚雷回転の須崎克也が脚本を担当したあーよかれんでは、普通学の国語担当の教官役で、父へと赴く生徒たちへの精一杯の思いやりと、送り出す者の苦しさを表して印象を残した。日活三人娘の一人、松原千恵子主演の涙でいいのでは、松原演じるヒロインに思いを寄せられる写真家を演じている。特撮作品にスーパージャイアンツ2作品と幻探偵恐怖の宇宙人ゴジラがある。柔道一代、間野修五郎に扮した三木本新東宝解散後にはフリーとなり、テレビドラマを中心に活動。1961年に出演した新選組始末期での伊藤杵太郎役がドラマ制作者に好評で、講道館柔道の創始者、嘉納治五郎とその皇帝たちを描いた柔道一代の主人公、間野修五郎役に選ばれた。嘉納についての資料を読み込み、フィクションではあっても、なんとか講道館柔道の精神だけは、ぜひ本物を伝えたいという三木本の意気込みもあり、適役となった。当初は、全26話、半年間の放送予定だったが、村田秀夫の歌う主題歌と共に人気になり、延長が重ねられて2年間続いた。三木本自身の柔道経験は、旧制中学時代の聖火で習ったのみだったが、番組開始後に、講道館から初段を授与された。また、番組終盤には、講道館の機関紙、柔道に、三木本のインタビュー記事が掲載された。柔道一代終了後には、大島渚が手掛けた、唯一の連続テレビドラマ、アジアのあけぼのに主演。中国大陸で革命に身を投じる、主人公の中山峰太郎を演じた。柔道一代の成功を受けて、日本電波映画が制作した、柔道もののうち、柔一筋と柔道水湖伝にも出演している。1967年には明治100年を記念した NHK 大河ドラマ三姉妹に桂小五郎役で出演。他のレギュラー出演作に松村達夫と沢村貞子演じる老夫婦の来楽な次男を明朗に演じた松山善蔵原作のホームドラマヒゲとタンポポ、坂口良子主演の幸福、雪のヒロインの父親役などがある。2時間サスペンスにも出演しているが、中でも1986年制作の夜に頬寄せ過去を抱いた女は、撮影から2年近くを経て、深夜に放送されたことに加え、池田敏春監督、石井隆脚本の作品であり、役柄的にもやや異色である。テレビ時代劇では家老や、陰謀の黒幕といった悪役で、たびたび出演しているが、水戸黄門では、善人役がほとんどであった。必殺シリーズでは、闇の元締め役だった1回を除き、すべて、仕置きされている。鬼平犯科帳には、よろずや金之助版と、中村吉右衛門版の両方に、よりき、天野陣作り役で、レギュラー出演した。他のレギュラー出演に、中野聖也主演の、次郎長三国志、長崎藩課長、お耳役市長、暁に切る、などがある。1960年代後半から商業演劇の舞台にも立ち、長台詞のうまさと短い出番でも強い印象を残せる演技力で、立役から悪役、喜劇もこなし、渋さと重厚さを備えた押し出しの良い助演者として、江見俊太郎、遠藤達夫らと並ぶ、名脇役となった。特に、よろずや金之助公演では、要となる脇役として、金之助を支え、金之助作品の演出を多く手掛けた、沢島忠は、錦兄と私を信頼しきった名脇役と、綴っている。1996年末に、心筋梗塞で倒れたが、療養後に復帰。1998年には、翌年放送の NHK 大河ドラマ、元禄繚乱で、小野寺十内役にキャスティングされ、第3次出演者発表にも出席していたが降板。その後は、それ以前と比べて出演作が大幅に減り、主に鈴木慎太郎プロデューサーの現代劇に出演したが、2002年の太陽と雪のかけらへのゲストが最後の出演となった。2002年8月5日、肺がんのため都内の病院で死去。71歳没。悪の強さや強烈な個性には欠けたが、上品さと落ち着きを感じさせる俳優で、黒目がちな大きな目とサビの効いた低めの声が特徴。情に厚く、サトシに富んだ役柄から、他人には言えない秘密を抱えた陰りのある人物や、善人に見せかけた悪人を演じられることが持ち味の一つとされ、映画、テレビドラマ、舞台を問わず、どのような役柄でもオールマイティにこなせる俳優として信頼と評価を得ていた。自身については不器用と称し人間的な深みを演じたいと心がけていると綴っていた。また、出すぎて良くなく目立たなくても困るをモットーとしていた。幾分頑固であったのか、映画監督の加藤康が三木本から舞台公演の相談を受けた際の記述に融通の利かなそうな五目本君の顔を見ているうちにと、ある。1982年、よろずや金之助版の鬼平犯科帳第3シーズン撮影中に番組制作を担っていた中村プロダクションが倒産。出演俳優への総額1億円を超える出演料が未払いとなる事態に陥り、多数の俳優が債権者として名を連ね、番組を途中降板する出演者もあったが、三木本はギャラは一銭もいらないと言い、最終回まで出演を続けた。桂小五郎役を複数回演じるなど幕末、明治ものにも多く出演したが、城下町金沢の出身で、伝統文化に親しんで育ったことが幸いし、明治時代の雰囲気には入り込みやすかったと述べている。1986年には、地元の石川県金沢市で行われている、金沢百万石祭りで3代目、前田利家になった。1960年に結婚し次男がある。弟子に、菊池薫。NHK 日本テレビ TBS フジテレビテレビ朝日12CH 以下は、よろずや金之助公演の作品旧金沢市立、松ヶ江町小学校、現在は統合され、金沢市立中央小学校。戦艦大和撮影時、庭は安倍に嫌われており、庭本人が、映ってないんだもん俺は、ほとんどと述べている。現在の文学座附属演劇研究所の前身で、巣鴨にあった。卒業生に、中谷昇、岸田京子ら。映画のクレジットタイトルでは、鈴木真成だが、人間魚雷回転のパンフレット、プレスシートでは、鈴木真也と記載されているほか、シナリオには、鈴木信也と記載されている。永田哲郎編の日本映画人解明、別称辞典他の書籍にも、鈴木真也と記述されているが、新東宝データベースでは、鈴木真成となっており、本校では、その記述にのっとった。サブリ新監督でクランクインしたが、撮影開始間もなく、サブリが病気降板。阿部豊が応援監督として、後を引き継いで完成させた。映画評論家。阿部須美子と1957年に結婚。木曜洋画劇場の解説も務めた。1963年公開の天野海真嗣のスピードポスターに名前があるが、その他のポスターには記載がない。現在は本編で確認することが不可能なため出演しているかどうか不明。原作は高橋和美の堕落。脚本は物語や設定が一部原作とは異なる。爆撃命令はテレビドラマシリーズ頭上の敵機の第 2.3 シリーズ。現代12オクロック杯 ABC 制作。現代ザロングチェイス BBC 制作。全13回。ありがとうございます。